お世話に聞いちゃっていいですはい、お久しぶりの燻製企画でございます。今日はですね、簡単に缶詰の燻製をしていきたいんですけど、ちょっと今ひふみお仕事中でおんもで頑張っていらっしゃるので帰ってきてね、晩酌の時に美味しいおつまみを作ってあげたいななんてなっちゃってはい、そんな感じなので作っていきたいと思います。で、今回燻製にするのがサバの味噌煮の缶と、あと焼き鳥の塩味とタレ味と、あとはコンビーフ。それではまず、缶詰開けて水分をちょっと切っていきたいと思います。そしてですね、コンビーフはちょっとほぐしたいのでアルミホイルの上でやります。準備ができたので、これを全部運んで燻製していきたいと思います。島根金茶イ TV。 完成じゃない、燻製コンビーフちょっとつぼっちったはい、こんな感じで、はい、いぶされまして、すごいね、匂いが。部屋中燻製臭ですね、うん、この燻製した缶詰たちを、うん、さらになんかやるってことですか。そうです、頑張ってひふみへの、ええ、おつまみをこんな感じで作っていきます、はい。温め終わりました。はい、もう超簡単ね、カットネギをさ、うん、散らすわけよ。はい、白身がなんか漫画のようなあー、うまそうじゃないですかね。一品目完成、超簡単、こちらです。タレはお皿に移します。コチュジャン、それにコチュジャン、うん、またざっくり入れるね分量はなはだしくないか絶対カレーんじゃねえか今の量で、まあこんな感じで入れました。はい、ただこの上にとろけるミックスチーズをね、ダラララララって入れますよっ。そして 2品目じゃなくて3品目、これはもうこのままあとは温めるだけです。はい、はい、はい、続いてサバ。問題はこれ人後ろに白いご飯が見えるのがすごく気になるんだよなとりあえず一切れだけは普通に食べれるように。ああ、なるほどね、うんうん、はいはい、取ります、取ります。であとは何を作るかというとガーリックライスです。はい、それ絶対箸でやるもんではないなこの意地でも、意地でも、そのさ、その意地でやる感じ完成、いつも飲んでる時に完成っていうのがあるんだよ完成どうでしょう。うん、うん、いいんじゃないですかね。ちょっとなかなか心配なところも多々散見されるんですが、まあまあまあ、うん、食べて物を言っちゃうじゃあいただきますね。いただきます。これが多分一番安パイな感じがするよねまあそうだよね、味付けしてないからね。うん、おお、燻製の香りする。燻製の香りはね、うん、入れる前からしてる。あ、ほんとじゃあ結構いぶされたの。あ、でも結構相性はいい。ネギがすごく爽やかにしてくれる。うんうんうん、相性すごくいいね、これ。うん、惜しいね、卵がもうちょっとトロトロだったらなんで温めちゃったんだろうね、私でもこれ美味しい、普通におつまみになったねこれ美味しいねこれはもうウイスキーですよ。うん、合います、うん、おー、よかったよかったよかった、美味しい。
ちょっと温かいうちにチーズトロトロいった方がいいですかね。チーズトロ。いただきます。じゃあ、あれ、熱そう。お。もう。どんな？うまい。嘘。本当？本当？燻製の香りね、する。しっかりする。しっかりするんだけど、うん、チーズもそんな相性悪くないから、うんうんうん、あのいてそのスモークさがいて邪魔にならない。あ、すごい。これ美味しい。で、あの心配してたピーちゃんのコシちゃんの入れすぎ問題。うん、大丈夫だ。よく混ざってないからかもしれない。ハズレがある。これじゃあ普通のね、ノーマル。ノーマルの塩の味のやつで。このゼラチンとこがどうなんだろうっていう感じで、うん、いただきます。酸味があるな。あ、これ、うん。だったら普通のでいいかなっていう。あ、缶詰のまま食いたいから。やっぱり水分か。サバアレンジじゃなくてサバイクさ。ちょっといったサバイク。まあ満足はない。うん、けどまあ。うまくなったのかって言われると燻製味の味噌煮になりましたっていうだけ。それで作ったのが締め物ですね。締め物です。はあ、いただきます。お、燻製関係なしに普通に美味しいんだけどこれ。なんかこういう食べ方あんだみたいな。あ、ぐらい、うん、意外と美味しい。新しい食べ物作っただけだったじゃん。もうナンバーワン決めよう。ここでナンバーワン、ナンバーワン決めよう。ナンバーワンもう一択なんですけど大丈夫。ドゥルル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 ルチーズタッカルビですね。それはうまかったね。これ他の追随を許さないぐらい美味しかったわ。そう、今日の本当 の、 あの一番最初の企画は、うん、ひふみんが頑張って主でお仕事してるから、晩酌に最高のおつまみ作ってやろうっていう。帰ってきてね、晩酌の時に、あの美味しいおつまみを作ってあげたいななんて、なんちって。あ、なるほど。企画だったんですよ。あ、そう、そうなのね。そうだったんです。その場に僕ボロクソ言ってたんで。これはっていう。これはクソマジだ。クソマジまでは言って。はい、こんな感じで、はい、ピーちゃんの第4弾目の燻製でございました。まあ、ありがとうございます。はい、どうもどうもどうも。まあ、いろいろと言いましたけども、うん、美味しくいただきますよ。大丈夫、大丈夫。まあ、誰でも試しやすいけど、うん、試すなら、焼き鳥のタレとコンビーフ。あ、そうだね、うん。ここ2つはね、まあ、外れないな。ね、安定的に美味しかった。うん、次はまたね、ちょっとステップアップしたものに挑戦してみたいと思います。こんなのも合うよなど知ってる方いらっしゃったら、うん、コメント欄にて教えてください。むしろあの B ちゃんがスキルを高めるためにみんなして高める 目をご視聴いただきありがとうございました。ひどいね。最後の最後でもう何もの大丈夫かよ。